どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介したいと思いますということで、今日はですね、茶飲み友達という日本映画をご紹介いたします。で、この映画を見た日ですね、2月5日かな、この日はくしくも老人問題を扱った映画を2本見てきたんですよ。一つがソフィー・マルソー主演のフランス映画、すべてうまくいきますように。こちらは尊厳死がテーマとされていました。そしてもう一本がこれからご紹介する日本映画、茶飲み友達です。なんかね、いい感じのタイトルがついているんですけど、こちらは2013年に警察庁に摘発された高齢者売春クラブをテーマにした作品となっているんですよ。つまり実話ベースだったんですね。このね、茶飲み友達、クラブの会員数はなんと1000人もいるのね。そのうち女性が350名、会員の最高齢はなんと88歳だそうです。まあ、もちろんね、全員ご老人ですよ。まさに現代の高齢化社会、老人の孤独死、介護、そしてお一人様問題、現在50代である僕にとってもそれほど遠くない将来だけに、もう今からね、不安で仕方ありませんよ。何でも、政府のお偉いさんが言ってましたよね。老後を生きていくためには2000万円が必要とか言われてますからね。うわ、きついな。アラフィフの皆さん、少子化対策なんてマジで阻止しなきゃいけませんよ。中途半端に子供なんて増えたら、若者が一大勢力になりかねませんからね。我々がマジョリティである社会を維持しつつ、もはやマイノリティである未来の若者たちから超絶搾取して豊かな老後を送りましょう。頑張ろう、えいえい、おーってことで、まあ、冗談はさておき、こういう映画を見せられるともう本当ね、気分落ち込んじゃいますよね。老いは誰にもやってきます。少子高齢化真っ最中の日本社会では、人口ボリューム的にも老人はマジョリティであるにもかかわらず、もはやマイノリティ扱いですよね。老人なんて縁側で日向ぼっこしてほしいなんて皆さん思ってませんか？でもご老人の皆さんは必ずしもそんな老後を願っているとは限りません。なんでも70代の半数以上はまだね、性欲があるそうなんですよ。でもそれ以上に他人との触れ合いに飢えているんですね。話し相手が欲しい、自分を認めてくれる他人が欲しい。あー、これわかるな。きっと僕も老人になったらそう願うと思うんですよ。皆さんだってきっとそうじゃないでしょうか。そんな老人の皆さんがすがった先が高齢者向けの売春クラブだったんですね。客も老人なら、彼らに奉仕する女性も老人なんですよ。客である男性の皆さんは、例えば奥さんに先立たれたとか、その奥さんが認知症になって現在介護中だとか、まあ、元気であっても夜の相手をしてくれなくなっただとか、いろいろと問題を抱えています。で、主人公岡本玲さん演じる佐々木真奈は、高齢者専門の売春クラブティーフレンドを運営してるんですよ。ティーフレンド、茶飲み友達ですよね。で、彼女のこのティーフレンドなんですけど、新聞の産業広告に茶飲み友達募集とだけ掲載しているんですね。こんな産業広告をチェックしているのは今時老人だけですからね。若者なんて紙の新聞そのものを読みませんからね。逆に老人たちはスマートフォンとかパソコンとかが扱えない。だからこの産業広告を見て、なんとなくピンとくるものがあったのか、老人たちは電話かけてくるわけですよ。そんな男性客のもとへ高齢女性を派遣するのがマナたちの仕事、茶飲み友達なんですね。もちろん女性たちをスカウトするのも彼女たちの重要な仕事の一つです。女性たちも介護に疲れた女性、人生に絶望した女性、はたまたパチンコ依存症に陥った女性など、さまざまな事情を抱えている。そんなある日、マナはスーパーで半額のおにぎりを万引きする高齢女性を目撃するんですよ。で、店員に呼び止められそうになった彼女に声をかけて、とりあえずその女性をピンチから救い出します。まあ、もう高齢の女性ですよ、おばあちゃんです。そのおばあちゃんは
お金に困っているというわけでもないんだけど、もう人生に絶望を感じていました。マナはそんな彼女をスカウトするんですね。やがてその女性はクラブの中でも頭角を現して多くの指名客を取る人気者となります。 T フレンドを運営する若者たちもマナを含めて様々な事情を抱えているんですよ。老人だけじゃない、若者たちも、いろいろ問題があるわけですよね。この閉塞された社会で喘ぎながらも一向に報われない人生を送っている、そんな彼らを束ねるマナはスタッフたちをファミリーと呼んで疑似家族のように触れ合っているんですよね。そこで働く高齢女性たちもマナを本当の娘のように慕っている。まあ、なんていうのかな、慈愛に満ちてるんですよね。聖母マリアのような、まあ、そんな存在なんですよ、ま、あのマナちゃんはね。そんなある日とんでもないトラブルが発生、 T フレンドの存続が危ぶまれる状況に追い込まれてしまいます、みたいな、そんなお話になっていました。それではこれから詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきましょう。映画茶飲み友達、評価額はズバリ1100円加作。はい、この映画なんですけど、鑑賞したのは2月5日の2月5日だったっけ、そうだね、日曜日だったんですけど、でその前の日土曜日からスタートだったのかな、あ金曜日からスタートかな、土曜日もねずっと満席状態だったんですね。でなんかフィルマークス調べてみたらなんか評価めちゃくちゃ高くて星4がついていたんですよ。で僕が鑑賞したのは渋谷の丸山町、ラブホテル街のど真ん中のこのユーロスペースっていうねミニシアターだったんですけど、この映画ちょっとね話題になっているようですね。今のところ全国でこのユーロスペースだけの上映となっていますので、首都圏在住の人じゃないと鑑賞は難しいと思います。高齢化問題の中でも老人の性欲処理についてはもはやタブー中のタブーですよね。下ネタとかワイダンが好きな皆さんでもこの老人の性について、老人の性というものを茶化したりとかする人はねあんまいないと思うんですよ。僕もなるべくこの話題にはもちろん触れようとは思いません。生殖能力がほぼ皆無と言ってもいい老人でも売春斡旋という行為は当然のことながら禁止されていますよね。主人公の佐々木真奈はその当たり前を押し付けてくる社会や大人たちが許せない人なんですね。それは自分の母親がそうだったんですよ。母親は正しいことが絶対的な正義という価値観の持ち主であって、それに反抗だった真奈は風俗嬢になったっていう過去があるんですね。そのことで母親からほぼ絶縁されている状態でした。しかしその母親が今では介護を受けているという設定なんですね。でそんな彼女がマナが始めたのが高齢者専門の売春斡旋クラブ。彼女はビジネスではなくて本気で自分にやっていることが老人たちのセーフティーネットだと心から信じて運営してるんですよ。売春斡旋を通して絶望的な老後を送っている老人たちが幸せになれると、まあ、信じて疑わないんですね。彼女なりの正義を貫こうとしているわけなんですよ。売春だけにおばあちゃんとおじいちゃんのそういうシーンがこの映画ではね描かれるというか、まあ出てきますよ。絡みですよね。濡れ場のシーンが出てくるんですよ。まあ、もっともね、例えば胸とか下半身は極力映さないので露出は控えめとはなっているんだけど、まあ、言っちゃ悪いけどね、老人同士の濡れ場ってあんまり見たくないというか、おぞましいビジュアルを想像していたんですよ。だけどまあ怖いもの見たさもあって映画館に足を運んだっていうのもあるんだけど、まあ、どんだけ悪趣味なんだって話なんですけど、でもね実際見てみると案外それほど不快ではなかったどころか、いやむしろ綺麗というか美しいなってね、美しいとすら思ったんですよね。まあもっともおばあちゃんとはいえ、まあ女優さんですからね、大いに
女性的な魅力をおばあちゃんになっても醸し出しているんですよね。いや、むしろ若者にはない高貴さというか、相手を慈しむような、まあ、いわゆる慈愛が感じられて、むしろなんかこの濡れ場尊いなんてしみじみ思ってしまいましたね。なるほど、これなら高齢の男性がハマってしまうのもね、わかる気がする。現代は人生100年時代と言われています。70歳になっても100歳までね、その先まだ30年もあるんですよ。30年って一人の人間が生まれてから30年あればね、受験も恋愛も就職も結婚も人によっては出産までできる 年月ですよ。それほどの年月を老人として歩んでいくわけです。でもその時点でパートナーと死別していたり、もうすでにお一人様な人もいますよね。そんな人は残りの数十年を一人で過ごさなきゃなんないの？いや、もちろんそんなことはないけども、ほとんどの人はね、そのアクションが起こせないんですよね。中には孤独や健康に蝕まれて壊れてしまいそうな人もいます。マナはそんな社会の隙間からこぼれ落ちてきた人たちを救い上げてやる、救い取ってやるんだと本気で考えて、この T フレンドなるコミュニティを立ち上げたんですよ。そこに集まってきた人たちは老若男女問わず、まあ、それぞれに何らかの問題抱えているんだけど、互いの心の隙間を埋め合って、やがては疑似家族のようになっていくんですね。まあ、絆をね、育んでいくんですよ。そんな彼らは、まあ、傍から見ればね、とても幸せそうに見えるのね。実際絶望の淵で自殺未遂まで起こしていた老女はマナに救われて、やがてはマナの母親のような存在にもなっていくんですよ。売春をしているこのおばあちゃんたちもこう笑顔にあふれているんですね。なんていうのかな、第二の人生と居場所を見出したように皆さん幸せそうな顔してるんですよ。ああ、これでよかったんじゃないのって思ったんですよ。まあ、途中まではね、なんか美談だと思っていたんですけど、でもやっぱね、なんかおかしいよなって、おかしいってことに気づくんですよ。まあ、なんだかんだ言ってね、言ってもやってることって売春ですからね。まあ、それは老人にだって性欲はあるでしょうし、それを押さえつける権利は社会にはない。まあ、そういう理屈はね、わからないでもないですよ。でもそれって結局小学生レベルの正論でしかないですよね。マナはその小学生レベルの正論、その強い信念を抱いてクラブの運営とスタッフたちに向き合ってはいるんですけど、まあ、所詮はね、薄っぺらいんですよ。自分が正しいと思っていることを押し付けるな的なことを、まあ、警察にも自分の母親にもぶつけてはいるんだけど、いやいや、おめえだって自分が正しいと思っていることを他人に押し付けてるじゃねえかって話なんですよ。所詮はこのマナね、立派なことを言ってるように見えるんだけど、思えるんだけど、所詮はね、底の浅い薄っぺらい正義感や信念に過ぎないんで、見た目は綺麗に見えても中身はスカスカで実に脆弱なんですね。正直社会経験がなさすぎて頭の悪い正義感っていう、そんな感じなんですよね。まあ、そんな彼女が運営するコミュニティだから崩壊は一気にやってきます。そもそも骨組みが脆弱すぎて、まあ、崩れるのも一瞬なんですよ。これまで何年もかけて築き上げてきたものなのに、脆い脆い。で、このお話はね、先ほども言ったように2013年の事件、まあ実話ベースなんですけど、見終わると、この映画ね、見終わると、いやいや、結局何だったんだって思いましたね。ぶっちゃけ、実に薄っぺらい美談もどきなんですよ。でもね、それが決して悪いとはこの映画では思わなかったんですよ。だって、確かに、現実なんてこんなもんだと思うんですよね。理想郷だと思っていたら、実はとんでもないディストピアだったなんて、まさに人類あるあるじゃないですか。例えばさ、共産主義国家とか、まさにそうでしょう。で、この映画見る限り、生きている老後に幸せなんて見込めないんじゃないですかね。そりゃね、お金があって家族に尊敬されて人々から愛される人生を送らない限り、健やかな老後なんて送れない。そんな現実をまざまざと突きつけられた映画だなと思いました。
お金があって、家族に愛されて、人々から尊敬されてなんてね、そんな老後を送ることができる人なんて、ごくごく少数の、まあ、成功者だけですよね。だったらそれ以外の庶民、普通の人たちはどうすればいいのか。その答えの一つが、くしくも同じ日に見たフランス映画、すべてうまくいきますようにに、僕はね、見出すことができたんですよ。まあそう。あれです。安楽、ね。尊厳死ですね。死にゃいいんですよ、死ねば。個人的には、カジュアルに気楽に、それこそ茶飲み友達と旅行に行くような感覚で、そういう選択ができる社会が実現してほしいなって結構思うんですよね。命を楽に止めてもらうことで、老後に対する不安がなくなるって思うだけで、なんていうのかな、気持ちが楽になるというか、まあ、僕みたいに50過ぎて老後が目の前に迫ってくると、そんな希望を抱いちゃうもんなんですよね。あなたを救ってあげることはできません。でも死ぬことも許さないって、どういう状況なのってね、この映画を見て思いましたね。それこそ正論だし、いやそんなね、正論押し付けてくるんじゃねえよってね、僕も思ってしまいましたね。だいたいね、まあいい感じで物語は進んでいくんだけど、まあ結局誰も救われてないじゃないですか。なんかね、見終わって、まあ、絶望的な気分にはなってしまったんですけど、ただこの映画ね、なんだかんだ良くも悪しくも引き込まれてしまって、上映時間135分って、まあ、比較的長尺なんですけど、あっという間だったんですね。全くだれることなく、退屈することなく、この映画を楽しむことができました。楽しむというか、引き込まれたんですね。で、一見ね、この物語、美談のようで、果てしなく闇の深いドラマだったと思います。で、この主人公のマナの言ってること、主張していること、これ正解だとはとても思えないんだけど、逆にね、彼女を諭す女性警察官の理屈も、まあ、単なる身も蓋もない正論で、全く僕の心に響くことがありませんでしたね。そうなると正解なんて、まあ、死ぬことくらいしか思いつかないじゃないですか。まあ、それすらもね、まあ、その尊厳死とか安楽とかね、それすらも僕は絶対的な正解だとはもちろん思いませんけど、でも個人的にはこれが一番腑に落ちるんですよね。憲法第9条問題とか、まあ、あと死刑制度の有無とか是非とかね、あと尊厳死の是非とか、まあ、こういうのっていくら議論し尽くしても答えの出ない命題じゃないですか。まあ、そういうのって案外短絡的な結論がシンプルで分かりやすくていいんじゃないかななんて思ってしまいますね。まあ随分ね、ショッキングというか過激な発言もあったと思うんですけども、これはあくまでも僕の願望です。もう主張とか意見とか思想ではありません。あくまでも願望なんですよ。そういう社会であってほしい、カジュアルに死というものを認めてほしい、そういう社会であってほしいっていうのはあくまでも僕のね、都合であり個人的な願望なんですよね。それが正しいのか、道徳的に宗教的に正しいのか間違ってるのかってことは、まあ、正直どうでもいいというか、自分がそうで、そういう社会であってくれたら僕が楽なのになっていう話なので、決して皆さんに僕のこの話をね、押し付けるつもりはないんですけど、なんかこの映画を見てね、いやこんな辛い思いをする、苦しい思いをするぐらいなら楽にしてほしいなってね、ちょっと思ってしまいました。そしてこの茶飲み友達に関わった老人たちですね、おじいちゃんおばあちゃん、まあ短い間とはいえですね、いい、なんだろう、それもまたいい人生をちょっとだけ遅らせて、夢を見させてもらったわけじゃないけども、ちょっとだけいい思いというかね、いい人生を遅れたんじゃないかななんてちょっと思ってしまったんですよね。あの場にもし僕が老人になって、あの場にもし居合わせたら、立ち会っていたら、僕もその時だけはきっとね、幸福感っていうのがわずかでもね、得られていたんじゃないかと。もしその場にいなかったら、もっと絶望的で、陰鬱とした人生を歩んでいたんじゃないかな。そこにほのかな希望というかね、希望の光を灯していたのは間違いないと思うんですよね。で、実際まあその事件のことはちょっとまだ調べていないんですけど、そっから先がね、この映画あまり踏み込まれていないというか、
マナと警察官の会話だけで行くんですけど、うーん、あとやっぱりね、その場に居合わせた関わった老人たちの証言、生の証言っていうのをもうちょっと再現してほしかったのかなと思いました。なんかね、このままでは救いがないというかね、闇が深いままで終わってしまったと。で、この映画を見て僕は、うん、だったら尊厳死認めてほしいよなぁなんて思ってしまうぐらいですから、まあそう思わせる映画ってどうなのっていうのもちょっと思ってしまうわけですよね。まあ、最近はね、性的なマイノリティの人たちに注目が集まるというか、まあテーマにされることって結構多いですよね。映画でも圧倒的に最近こう LGBTQ ものって増えているんですけど、まあ所詮はね、言っちゃ悪いけど、そのマイノリティってですからね、まあ、少数派の人たちなんですよね。大多数の人たちにはあんまり関わってこない問題なんですよ。だから、まあ、正直ぶっちゃけそのマイノリティな、その性的マイノリティの問題っていうのは僕には直接関係がないんで、まあなんだろう、申し訳ないけど、まあ優先順位というかね、関心を向ける優先順位は正直低いんですよ。むしろこちらのね、まあいわゆる老後問題ですよね。老後っていうのは誰にもやってくることだから、もうほぼ全ての人たちにこう関わってくる問題だし、そのいわゆる老後の性ですよね。老人になってからの性欲っていう、性欲処理とか性欲をどのように生徒どのように向き合っていくかっていうのは、おそらく誰もが、向き合わなきゃならない問題になってくると思うんですよね。それはきっとね、LGBTQ の人たちにも、まあ、やっぱり老後問題、老後の性っていうのは向き合わなきゃいけない問題で、多くの人たちが関わってくる問題にもかかわらず、こちらはタブー視されているっていうね。いや、なんかこう目を向けるところがちょっとね、違うんじゃないかななんて少しだけ思ってしまいました。いや、もちろんね、 LGBTQ の問題を無視しろとか、軽んじろっていうことではないんですけど、やっぱりちょっと老後のこともね、少し自分もね、まあ各言う自分もあんまり自分の老後っていうことを真面目に考えたことがなくて、むしろ LGBT 最近のね、岸田首相の LGBT の同性婚を認めるとか認めないとかね、なんかそんな話で、いや、そっちの方結構深く考えてしまったりとかしてたんですけど、いやいやいや、自分が本来考えなきゃいけないのはもっと違うところにあるんじゃないかななんてね、思ってしまいました。でもなんか年を取って年齢重ねるとね、やっぱ人生っていろいろ難しくなっていくなと思ったんですよ。まあ、若い時はね、お金だけあれば結構楽しいと思うんですけど、年取っていくとね、お金があっても決して幸せにはなれないんで、満たされなくなっていくんですよね。欲しいもんもなくなっていくし、やりたいこともどんどんできなくなって乏しくなっていくわけですよね。そうなるとこう物質的なものとか、まあ、お金で何とかできるもの以外のもの、要するに他人との触れ合いとかね、そちらに対する欲求が高くなってくる。でももう自分は老人だから誰も相手にしてくれなくなるっていうね、そんなジレンマに陥っちゃうってことで、結局年を取ると、まあ、体もね、いろんなところからにガタが来て、健康的な体のケアも必要なんだけど、おそらくそれ以上にメンタルのケアというのは必要になってくるんだろうなと思いましたね。主人公の佐々木真奈が言っていた、もうおじいちゃんおばあちゃんなんて生殖能力がないんだから、そのセックスしたって買収したっていいんじゃないのみたいなこと言ってましたけど、まあ言われてみりゃ一理あるかななんて思っちゃったりしますね。はい、そんなわけでこの映画ね、1100円とちょっとなんとなく評価額は今一つ伸び悩んだ感じはするんですけど、まあなんだかんだね、いろいろなことを考えさせられたんで、まあなんだかんだ優れた作品だと思いますよ。フィルマークスの評価が高いのもね、わかります。ぜひ興味のある方というか、これはもう皆さんに関わってくる問題なんで、もしね、都心に住んでいてこの映画を見ることができる、鑑賞することができる機会のある方は、この映画をね、鑑賞のラインナップの一つに入れてもいいんじゃないかなと思いました。まあおすすめっちゃおすすめですね。はい、以上ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。